ここはあの JR 中央線、はい、東京とつながってるんですよね。中央線で。中央線で、はいはい、行けないですけどね、乗り換えないと。うん、まあまあ多分乗り換えるんでしょうね、はい、行ったことないですけど、はい、一応ここ中央線が走ってまして、はい、勝川駅というところなんですけど、はい、今ここの商店街では、はい、あのハロウィンとか行って、はい、まあ、私たちが若い頃はなかったんですけどね、はい、ハロウィンってね、はいはい、もしか隊長が今その20歳ぐらいだったとすると、はい、参加してますかね。わかんないですね、僕あんまりそういうの参加してない。僕もどちらかというとあの学生時代は、はい、裏道を歩いていたので、はい、多分参加できてないんだろうなと思って。なの多分周りの状況によります。多分僕はあ友達が誘ってきてくれたら、友達が行こうよとか、その周りの人たちが行こうよみたいな感じだったら行くしみたいな。自分一人では多分。なるほど、参加する参加しない、あそっか、まあその置かれてる場なんですかね、やっぱり、はい、そういうとこってやっぱ性格って出るじゃないですか、はい、性格なのか考え方なのか、はいはい、僕もなんかそのメインストリートには乗ってなるものかみたいな、はい、メインストリートというかなんて言うんでしょう、みんなが行く方向に乗るのは目立てなくなるっていう、はい、でも乗らねばもないですか。乗らねばも分かる。そうなんか乗らねばもあるんですけど、はいはい、そっちのなんか群衆の中に入ってしまうと、はい、僕が目立てなくなるよっていうのってないです、はい、ないです。この辺の欲求というのは、はい、こんなコメントをガウルヌイさんですかね、はい、ちょっともう英語が読めないんですけど、はい、その方からですね、エニアグラムのウソップやん、はい、ついた嘘が実現しちゃうところも含めて、はい、っていうコメントをいただいたんですよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。このウソップっていうのは、はい、ワンピースの、はい、この鼻が長い人ですよね、はい、パチンコ玉でズドーンってやる、はい、理解が薄くてすいません、はい、僕のワンピースは、はい、レイリーと会ったぐらい、はい、レイリーと会って、はい、覇気とかが出てきたところで、はい、僕は止まってます、はい、申し訳ございません、はい、隊長どの辺まで。もうカイドウを倒すところまで。あ、カイドウは4校になったところ。ちょっと存じ上げないですね。申し訳ございません。4校になったんです。あ、じゃあ、はい、隊長の方が深い深いっていうか多分アニメでやってる全部見た。あ、なるほど、はい、っていうぐらいの理解なんですけど、はい、僕の中でウソップって、はい、タイプ3ではなかったんですね、はい、でそれに対して私がコメントありがとうございますと、はい、タイプ3だとすると、はい、もうちょっと凛としててほしいと、はい、でこれはもしかしたら見た目で引っ張られすぎなのかと、はい、ただ私の中では、はい、ウソップはタイプ6で勇気を取り戻すストーリーに見えると、はい、根源的なものは勇気だと、はい、タイプ6、はい、っていうふうに返したんだけど、はい、これはこの見た目で引っ張られすぎなのかっていう思いもちょっとあるんですね。見た目で引っ張られすぎなのかっていうのも、まあ、あるかもしれないですけど、はい、まあ、言葉に引っ張られすぎもあると思うんですよね。で隊長が、はい、確かに笑って言ったんです、はい、でこの僕はそこにも反応ちょっとしてるんですけど、はい、確かに笑って、はい、お前はどこで笑っとんだと、はい、どこが確かにだと、まあ、多分僕はこの動画を見てウソップ、まあ、嘘をつく自分のことを大きく見せて、はい、嘘をついて俺の後ろには5000人の海賊団がいるんだみたいなことを言ったりとかして、なるほどやるわけじゃないですか、はい、ウソップって、はい、でそういうのを見て、あ、さんっぽいって言ってるんだなみたいな、あっていう捉え方です。なるほど、はい、体調からウソップを見て、はい、何タイプだと思います、エニアグラムで。6です。はい、でちょっと僕今日、はい、用意した表があるんですけど、こちら、よくエニアグラムのタイプって、はい、根源的恐れなのか、はい、もしくはセンターで見ろっていうんですね、はい、ではい、でセンターってなんだっていうと、はい、まあ、根源的な欲求ですよね、はい、でも根源的欲求の前に子供の時に何を感じたかっていうの、はい、根源的恐れですよね。エニアグラム的には根源的恐れがあって、はい、それを補うために欲求が根源的欲求が出てる。そうで今一応ここに用意したのが、はい、根源的恐れを書こうとしたんですけども、はい、このエニアグラム、あなたを知る9つのタイプ、はい、これを見ると根源的恐れの前に、はい、その子供自体に無意識に受けたメッセージっていうのがあって、はい、それがあって根源的恐れなのかなと。いや、そうやって受けてきてメッセージを受け取って恐れになってるっていうストーリーなのかなと思ったんですね、はい、なので一応これ
2つ書きましたと、はい、上が間違えるのが例えばタイプ1、はい、間違えるのが良くない、はい、っていうのが無意識の受けた子供時代のメッセージで、はい、根源的恐れとしては自分が悪く横島で堕落し欠陥があることを恐れる、はい、まあ、同時に起きるものかこれは、はい、でするとまずタイプ3を見ると自分なりの気持ちや自分らしさがあっては良くない、はい、っていうのと同時に、まあ、自分に価値がない、はい、本来価値を持っていないことを恐れる、はい、っていうのがタイプ3だと、はい、でタイプ6を見ると自分自身を信頼するのは良くない、はい、支えや導きを持たないことを恐れるっていうのがあって、はい、なんかごめんなさいねこれ、はい、またちょっと僕の病気が出てくるんですけど、はい、同じこと言ってねえかと、まあ、捉え方の問題だと思うんですよね。あ、出ましたね捉え方、はい、っていうと捉え方、そう全部が捉え方だとすると、はい、なんて言うんでしょう、その価値の3だとすると、はい、まあ、価値のある存在になろうとするって話じゃないですか。価値のある価値がないっていうところは多分3も6も似たようなもん、はい、自分自身に価値がないみたいなのは多分3も6も同じような感じで持ってて、はい、だから価値にこだわるわけですよね3は、はい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 、で6はこう支えにこだわるわけじゃないですか。要は価値を認めてもらってる、はい、人たちにこだわってるってことですか。価値を価値を認めてくれる人6は、うん、っていうこと。あ、まあ、その支えなので、まあ、要は自分なんてもうちっぽけな存在だと思ってるわけですよね。ちっぽけですよ、はい、もう本当だからみんな協力し合わなきゃいけないし、はい、でその中でこう自分も周りにとって価値のある存在だって認めてもらわないとそこの組織に入れないしみたいな、で 全部見てる気がするんですね6は。3はだからもう価値しかないんだみたいな、自分が価値ある存在になるしかないんだみたいなっていう一点突破な感じじゃないですか3の人は。あ、6はもうちょっとマイルドな感じですか。6は全方向、全方位ですよここも見てるけど自分の価値も見てるけど、あんまり行き過ぎると、はい、みんなから見捨てられると自分一人で生きていけないからみたいな、ちょっと周りも見ながらってみたいな、多分全方向的な感じですよね6は。なんかこう欠陥があることを恐れるみたいなのも6は持ってそうな感じがする。それはそうですよ。だからこうもう全ての方向を全部こう拾っていこうみたいな、まあ、岸清流先生とかは、はいはい、6はオールマイティだなんて名付けましたもんね、はいはい、もう全部できると、全部できる、全部できると、うん、全部取りに行こう、個性も取りに行こうとしたりするわけじゃないですか。なんでその誤認しやすい、はい、まあ皆さんどのタイプって思ってるかもしれないけど、はい、6はあるかもって思った方がいいよって、はいはい、よく言いますもんね。言いますね。っていうのを考えながら今同時並行的に、はい、カーシー博士やってるじゃないですか、はいはいはい、我々、はい、でカーシー博士を見てると、はい、この時間の感覚っていうのが出てきて、はいはい、例えば SP タイプだと今、今、はい、で NF タイプだと、はい、明日みたいなのがあって、はい、これエニアグラムで言うと、はい、今はガッツセンターだと、はい、1、9、1、8、9、はい、で、明日みたいなのは、はい、ヘッドセンターで5、6、7、はい、なんていうのであーってしっくりきつつもなんか、あ、待てよと、カーシーが言ってるのは、はい、全部過去も見てると、はい、そのタイプの人たちは、はい、どうやって捉えてるか、過去をどうやって見てるか、ね、見てるかっていうのが、はい、あ、ちょっとこの辺で離れてくるのかとか思いながら、まあ見方の問題ですからね。エニアグラムとカーシーとかマズロフタイプ、切り方の問題じゃないですか。切り方の問題、はい、こうやってなんか球体があったとしてこうやって切るのかみたいな、こうやって縦に切ってるのかみたいな、人のタイプを容易にそこは結びつけられないですかね。まあ一致はしない、まあ、するしそうな部分とししない部分はあるんじゃないかなとは思いますけどね。あー、というところでコウタさん、トゥイーティーさん、ごきげんよう。ごきげんよう。コウタさんもね、ウソップは6だと思います、うん、だから6はだからウソップも全部持ってそうじゃないですか。あいろんな方向に。で僕の中で、はい、麦わら一味、はいはい、でタイプ3は3時なんですね、はい、名前が言ってるじゃん、もう3時って。はい、要は彼結構、はい、すいません、かっこつけじゃないですか。かっこつけですね。はい、あれが僕の中の3なんですね。はい、隊長3時は、まあ3時は3じゃないですかね。で、はい、
飛車角でいうところのゾロ、はいはい、ゾロは僕の中で8なんですね。はい、体調どうです？ゾロは分かんないですけどね、オラオラでもない感じもする。でもなんかその信念みたいな、はい、あの人ってそんな感じじゃなかったでしたっけ？無口ですよ。でも人に対してみたいな、支配をしようみたいな感じじゃなくて、自分の道をひたすら追求するみたいな。あ、そんなタイプでしたっけ？はい、なんかガッツ感がある。はい、ガッツセンター感はどうです？まあ、そうすると1ですよね。あ、なるほど。自分の道を突き進むみたいな。なるほどね。はい、僕の中で、あ、そっか、僕の中ではロビンちゃん、はい、ロビンちゃんが1かなと思って、1か4かとかって思ってたんですよ。はいはい、あの要は信念の人みたいな。はい、でゾロも私はおりません、折れませんみたいな。ゾロもその信念の人。あ、なるほどね。剣の道みたいな。あ、確かに確かに、はい、確かに、はい、なんていうのを考えながら、はい、あともうナミちゃんわかんないとか、はい、まあ6っぽいですよね。6、7っぽい。そうですね、6、7っぽいですよね、はい、あの辺、はい、あのコメディエンヌ、はい、であと、誰がいましたっけ。チョッパーはプリキュアですねごめんなさい。チョッパーとかになるともう僕の中ではもう、はい、全部もう6なんですよ。まあ可愛いキャラぐらいの。わかんないって、はい、あとあの腕の人は、腕のロボット、ああ、うんと、誰だっけ。まあね、僕もうわかんないです。はい、あ、骨もいますよ。骨もいますね。はい、すいません、この体調もっと進んでるんですよね進んでるけど、なんかあの山田玲司さんが追いかけるって言ったから、はい、僕も見なきゃと思って見ただけで。あ、なるほど、はい、そんなの思いました。はい、ただやっぱりこのなんか恐れとか、はい、言われると急にぼやって見えなくなるんですよね。まあ多分見えづらいですけどね、エニアグラム見えづらいですよね。で同時になんかこれも読んでみたんですね、はい、このドン・リチャード・リストさん性格タイプの分析、はい、でこれ見て例えばタイプ3、はい、動機づけみたいなのがあるんですね。タイプ3は自分を向上させたがり、他人を追い抜きたがり、傑出したがり、注目を集めたがり、称賛を受けたがり、他人に強い印象を与えたがり、頂点にとどまるために必要なことは何でもやりたがり、自分が優位に立てない場合は他人を破滅させたがるとあって、はい、なんかねちょっとわかるんですよ。はい、わかるとか思いながら6読みますね、はい、6の動機づけ。タイプ6は好かれたがり、承認を得たがり、自分に対する他人の態度を試したがり、恐怖を克服するために自己を主張したがり、恐れているときは元気づけてもらいたがり、権威者に自分を助けに来てもらいたがる今声が漏れましたね今、はい、漏れましたね、はーって言いましたね今、はい、なんかでも同じことを書いてるなとか思いながら、はい、どこなんでしょうね。僕は今なんか6にいたような気がしましたけど、はい、支えてもらいたい、認めてもらいたいもう分かるっていう感じじゃないですか。6、人にね、はい、権威者にね、人に、うん、はい、ただ傑出したがりもあるんですよ。はい、傑出したいんですよ。傑出したいけど、うん、好かれたい、好かれたいもあるので、うん、っていうところで好かれたいとかなの3はなんかもう一点突破な、傑出したいっていう、そうね、そこのみみたいな感じじゃないですか。傑出したいはありますよ、はい、あるけど、はい、それよりも、はい、人の方が大事なんじゃないのっていう、はいはいはい、NF が出てくるんですよ、はい、エニアグラムに、はい、ちょっと待て待て待て、はい、まあでも6がそういう感じってことじゃないですか。あ、これ以上いくと人に認められなくなるみたいな。そう、はい、確認しといた方がいいんじゃないって、はい、聞かなくていいのっていうのが出てくるんですよ、うんうん、面白いですね、いろいろ学ぶと、はい、369は似ているといえば似ていますと、はい、まあ、ずっと追いかけっこしてますからね、369、369でぐるぐる回りながら、はいはい、自分がないって言いますもんね自分がない人たちです、はい、はい